ヤフー YouTube、どうもなぎです。さて、今日はですね、これまたね、ちょっと僕の、まあ、趣味というか好きなものなんですけど、皆さん、見ました？これ。イズナ。ね、前から僕ちょこちょこ出してますけど、イズナの動画は。まあ、僕、アイランド2から見てたんですけど、イズナ、これ、ね、出そうか迷ってたんですよ。出そうか迷ったんですけど、出します。このイメチェン姿。うん。7人のイメチェン姿、これね、一人ずつちょっとね、俺はね、いろいろと、まあ、見た感じ、言いたいことがあるから、ちょっとそれはね、言っていこうかなと思うんですけど、まあ、一人ずついきます、一人ずつ。はい。で、まず、まあ、イメチェンはね、まあ、やった、初めてイメチェンしたよね。うん。まあ、早くイメチェンするかなと思ったけど、どこまでするかな、1回目でって思ってたんですけど、まあ、結構大胆にしてきたっていうのは、あります。うん、中で、僕の中でね、うん、あるんですけど、まあ、まず最初、まあ、サランちゃんから。サランちゃん分かるね。赤髪にするところもまた、これは、あー、なるほどな、みたいな感じだった。うん、サランちゃんは。どういう変化するかなと思ったら、サランちゃんは、この、まあ、多分、ブリーチとかしないで、この髪色は。もう髪色でみんな変わってるからね。髪型というか。うん。サランちゃんは赤髪。まあなんか、そうだね。赤って言ったら、この中のサランちゃんっぽいよね。うん、っていうのは、でもこれは本当にブリーチなしの赤髪、ちょっと強めに濃い赤入れてるんだろうなっていう気はします。それからとかなのかな、わかんないけど。うん。まあちょっと韓国のね、あれは、あれ、うん、難しいですけど、まあ赤髪、サランちゃんは、これはまあまあなんか、まああり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 、うん、うん、まあなんか言いたいことわかるなみたいな感じでした、僕は。はい。うん。で、ジミンちゃん。うん。まあ、ジミンちゃんも染めただけって感じよね。別にカットしたっていうか。うん。染めただけ。うん。まあ、なんか、多分事務所的にも、多分イズナ的にも、多分、なんとなく中心のそのなんか、ボーカルとか関係なくて、ちょっとこう真ん中にいるのが多分ジミンちゃんなんでね。多分推しというか、こうなんかセンターっぽいようなところにいるのがジミンちゃんだと思う。まあ、わかる。わかるよ。まあ、ジミンちゃん全然わかる。うん。まあなんかそんなに変にこう変えずにお姉さんキャラの一番ピリッとした感じ。うん。多分これもブリーチなしでいけます。まあ髪質にもよるよ。うん。髪質にもよるし、まあちょっとふわっとした加工入ってると思うけど、うん。まあシンプルなカラーで、まあベージュ系のね、シンプルなカラー。僕はもう全然これはもう、もういいんじゃないって思って、もう全然ありなんじゃないかなと思いました。うん。で、ジユンちゃんよ。ジユンちゃん。俺これね、前から言ってた。俺ね、多分、アイランド2、イズナできた時ぐらいから言ってたけど、ジユンちゃん絶対金髪だと思ってた。もう 100%。金髪、パツ、金の、もう、ガンガン抜く髪型にするのは絶対ジユンちゃんしかいないと思ってた。うん、これもやっぱ正解だったね。うん。で、似合ってるし。うん。ジユンちゃんは金髪は絶対似合う。うん、抜群に似合ってる。これはすごい良かったなと思った。僕個人ではね。うん。もう髪型はまあ、うん。なんだろう、まあ、これはヘアセットしてるからあれだけども、まあ髪型はまあ短くてもまあ、短くするのも、なんかサランちゃんかジユンちゃんあたりかなと俺は思ってる。うん、初めてするならね。うん、っていうのはあります。でもこの金髪はマジで、まあ大正解。まあ合ってる。うん。それはもう俺も言います。みんなね、まあ好みはあると思うけど、うん。はい。マイちゃん。まあ、マイちゃんもね、ヘアセットしてるだけだけどね。別に。うん。まあ、なんてことないな。ジミンちゃんと同じようなカラーリングで、まあ、ナチュラルにしてますよね。うん。で、まあ、ヘアセットして、なんだろうな。なんとなくわかるよ。イメージはわかる。なんか、マイちゃん、うん。なんか、こういうヘアセットでも全然、なんか、ありみたいな。うん。全然、なんか、ぽいね、みたいな。似合ってるんじゃないっていうようなイメージが、まあ、僕も強いっす。うん。まあ、なんか、お姉さんっていうか、なんだろうね。なんか、舞ちゃんっていう感じで、こうなんか、舞ちゃんの顔つきにも似合ってる。うん。っていうのは僕は見てて思います。まあ、なんか他にも言ってもあるんだろうけどね。うん。まあ、でもこれはいいかなと思います。うん。はい。で、ジョンウンちゃんね。ジョンウンちゃんは別に変わったっていうか、ちょっとレイヤー入ったのかな、顔周り。入ったぐらいで、まあ、前髪が薄くなった。アイランドの時はパツッっていう感じのさ、ちょっと強めな感じの、もう重めな前髪に、みたいな感じだったけども、ちょっとシースルーというか薄くして、うん、ちょっと柔らかい感じの印象にもう持ってったっていうような感じかな。まあそんなにこのジミンちゃんと、そんなに変わってない。まああんまりカラーも多分そんなしてないんじゃないかな。うん、ちょっとしたかなぐらいな感じ。そんな明るくせずにね。
うん、ちょっとしたかなっていう感じが、まあ思います。まあそこまですごい変わってるないんじゃないっていう、うん、気はします。うん。はい。で、ちょっと間を置いて、セビちゃんね。セビちゃん。セビちゃんもまあ、ああ、こっち行ったみたいな感じだったんですよね。うん。まあもちろんブリーチね、1回2回して、まあこういうちょっとピンクベージュみたいな感じの色味で入れてますけど、まあこれもね結構大変だっただろうね。うん、ヘアスタイル。だから、このセビちゃんの髪色するにも、まずどの道、ジュンちゃんみたいにこう、色をここまで抜いて、そこから色を入れてるから多分、セビちゃんが一番大変だと思う、これ。うん。まあセビちゃんなんかここまで明るくしたんだって俺は最初第一印象思いました。うん。まあカラーリングやる人はほんと大変だからね、これ。うん。相当しっかり抜かないと。まあもともと多分、ほら、こういうデビューするときは前とか何もしないじゃない、髪の毛。多分シンプルな感じだったから、多分そっからだから、まあ綺麗に頑張って抜けたんだと思うけど、うん。でもね、毛先がちょっとね、傷んでるっぽく見えるんだよね、もうね。まあ大変だけど、まあ、まあ宿命って言ったらおかしいけど、まあね、そういう感じだと僕は思います。うん。まあセビちゃんちょっと可愛らしい、こう、末っ子キャラでね、うん。まあ行くんだろうけども、このまま。うん。まあなんかもうちょっと、落ち着かせてもよかったけど、まあまあまあ、二人ぐらいこういう人がいても、まあまあまあいいかな、みたいな。ここ、うん、かな。イメージ的には。別に悪いから、まあ僕の個人の意見ですからね、これは。個人の意見だから。まあもうちょっと落ち着かせてもよかったかな、ぐらいでしたけど。うん。で、ここです。ココちゃん。俺ね、ココちゃんなんでこれにしたっていうふうに俺思ってるんですよね。これ、いや、ココちゃんは可愛いのよ。可愛いんだけども、なんか、この髪型とこれにした理由はなんかあんのかなっていう。うん。いや、俺的には、うん。まあ前、うん、この色味とこのセットなのかな。なんか俺的には、まあでも、ジミンちゃんがやっぱこう、ナチュラルシンプルにいってるから、ココちゃんはやっぱちょっと明るくさせようっていう気だったのかもしんないけど、ココちゃんも黒髪パッツで似合ってたんだよね、俺の中では。うん、なんか、まあけど変化を持たせるっていう意味で、やっぱやんなきゃいけなかったから、やっぱ、うん、何かしらの変化は、もしかしたら必要だったのかもしんない、みんなね。何かしらの。全員変わってるから。誰だ、これだけ変わってないっていうのはいけないからっていうのもあるかもしれないけど、俺ね、これね、全体的にビジュアルは最高だと思う。だから、ココちゃんなんかもうちょっと長かったから、顔周りにちょっと短い毛がちょっと広く出てるのがあれなのかな、俺的に。うん、ちょっとさ、この辺にさ、短い毛いっぱいあるでしょ。だから顔周りその、うん、何かするときのための、まあ、ウィッグなのかわかんないけどね、これ。うん。ちょっと。他の人たち別に普通の毛だと思うんだけど、でも多分、ココちゃんも普通の髪の毛だと思うんだけど、なんかこのカットとヘア、なんだろうな、雰囲気なのかな。ちょっとね、なんかココちゃんだけ元がめちゃくちゃ美人でさ、細いし可愛いし身長も高いし、いいから、ちょっとなんかあれ、ココちゃん？ココちゃん？って思ったの。でもまあ、これがわかんない。ちょっとビジュアル的に、もうすぐデビュー曲出るでしょ？うん。だからまあ、それも含めてまあ、どういう風になるかなっていうのは、ちょっと楽しみではあるんですけど、ちょっとね、唯一、ココちゃんって思った今回のビジュアルでした。うん、全然悪くはないんだけど、可愛いんだけども、総合的には もちろんなんだけど、ちょっとそこだけね、僕はね、気になりました。うん、まあ、もしみんながね、こう気になるとこあったら、ぜひコメント欄でぜひ教えてください。バイバイ。